どうも皆さんこんにちは、ひとりあい方です。今回はね、この元時期ね、熊手とも言いますけど、僕、本業植木屋で仕事でね、現場でよく使ってるんですけど、新調した時に、少しでもね長持ちして使えるようにするための補強している方法をね、皆さんと情報共有したいと思っています。使い方にもよるかと思うんですけども、なんていうの、大量生産とコストカットっていうね事情もあるんでしょうけど、ここがねこれ買ってきたやつなんですけどね、見ての通りもう二巻きしてくるっと半分回転ぐらいかな、ひねってるだけなんですよね。だからこのまま使うとね、もう現場で何本もせんうちにすぐね壊れちゃうんですよ。それが僕嫌でね、買ってきたらすぐ補強するんです。だから補強してるとね、もうこんなボロボロになっても壊れることなくね、ほんとねタイトルに何倍も持つって仰々しく銘打ってますけども、現場で使う人間としてはもう全然持ちがね変わります。そういうわけで今から補強作業していきたいと思います。どんな風にするのかっていうと、これは僕の場合ですよ。いろんな方法あると思うんですけど、ここと、ね、この部分とあとこの部分でこの最後この両端ね、ここに穴を開けて、で針金をね巻き直して締めたいと思います。一つはここですね。こういう感じで竹に穴を開けて、でこれ巻いてあるやつを入れて、ちょっと太くて固めの針金を使います。2周ね巻きますね。締めていくんですけどね、番線締めっていうのかな、番線を締める時みたいな締め方したいと思いますね。もうこれだけやったらあんま力込めて締めることができないので、型枠とかでね住宅の基礎をね作る時に型枠で番線とかを使うんですけど、どうするかっていうと見とってくださいね。出てきたやつを、ね、この10センチぐらいのところで切って、でそれを半時計回りにずっとぐるぐるまずこうね回していきます。半時計回りにしたやつを一回金属製の棒でねこうやって折り返した状態にして、でそれをね今度は時計回りに締めていくんですよ。時計回りにこうね、でその時にこの最後の曲げたやつがね逃げてしまわないように一緒に締める時に巻き込んでいきますね、こうね。そしたらこれがねよう締まるんですよ。こうねバキバキ打つでしょ。よう締まってるからですね。で気をつけなあかんのは針金でよくあるあれですけど、巻きすぎてブチってちぎれてしまわないように。こうするとすごいよく締まりますね。よし、OK、はい、できましたね。ガチガチになりました。余分な部分も取ってしまいます。これでね、ガチガチになって止まりますね。あともう一つここにもね打っていきます。穴が開いたので同じように通して、でさっきと同じね半時計回りにこれを巻いていきますね。締めれるように輪っかを作ってこうねでその後これを締めていきます。逃げないようにここちゃんと持っててね、巻き込んだ状態にして締めていくと。でもこれでね、もうガッチガチですね。まあ、2点補強することでもガチガチに止まって、まあ、ちょっとやそっとのことですぐ壊れるっていうことは避けられますね。はい、であとはこの端っこですね。端っこもやっていきたいと思います。この端っこはまあ開かないようにするだけの目的なんでね、そこまでガチガチに固める必要はないと思うんですよ。まあ巻いてくるくるとね止めるだけで、まあ、確かにここまでね補強してたら採算が合わないですもんね。それは分からなくでもない、分からなくなくもないか、うん、これでこれはもうあと普通に巻くだけでいいかな。あとね刺さらないように曲げてね。よし、あと反対側もしときますね。よし、できた。はい、できました。うん。もうこの作業してるだけでね、ほんとね、さっきも言ったけど繰り返しになりますが何倍も違うんですよ本当に。うん、まあ、今回はねこの眼磁器を買い替える機会があったので、いつもやってる作業のねゆるりとした内容の動画でしたけども、いかがだったでしょうか。まあ、使い方にもよりますけども、こんなボロッボロになるまでね使い込むことができますよというね内容の紹介でした。よかったら皆さんもやってみてください。